いやもう結構人いるな。やばい、もう8時になる。専用スクリーンの抽選ってどこで終了しました。ありがとうございます。了解です。また後ほど。専用スクリーンの抽選終了しました。残念。先輩おはようございます。あどうも毎度どうもよろしく。また後ほど来ます。今日はとにかく皆さんでこの会場祭り盛り上げてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は抽選受けれそうだからね。去年は確か抽選すら受けれてた。はい、ここで終わりみたいな。あ1、2、3、OK、 3人多分人生で一番並んでる本当だね。しかもまだ何も食ってない。いや食べれないでしょ使いよね、うん、去年ね開業祭りやってんのにピザ食って牛肉コロッケ全然魚食ってない。そうだとかあくまでもそういうのまず食べ て, 食べてそう、うん、余力ある時に肉とか、うん、どうかなお、始まったんじゃないですか。よし、意気込みはラッツァムネが始まったね。ラッツァムネ今日こそ去年からの悲願。去年はでも抽選すらできてないかと思えば今年はだいぶ飛躍してるから、うんうん、厄年最後の抽選頑張ります。抽選で当たったらあの黄色いメガホンが渡されるんだ。なるほどなるほど。ああ当たりだ。おお。さあ運命な時、運命な時です。はい、何番ですか。95番。95番、イエーイ。やっと念願のセリの抽選は受かりましたよ。なんか今年のくじ運全部使った気がしますよっしゃ、 よっしゃ、あとはセリ落とそう。競り抽選受かったんです。何推しですか。おー、あんこ何推し。うん、そう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 。なんか映えるやついいな。あんこ、あんこ、あんこ美味しそうですね。サムネ撮りたい。あんこよかった、でも当たりましたね。まずここが、ここからがスタートです。まさか当たるって思ってなかったんで、うん、正直今戸惑ってます。そうか。トマさん何でやるんですよ。はい、何で。いや、やっぱりね、あれあの敵はアンコさん。あれ、なっちくりかどうかも。いや、難しいよ。難しいよね。知る時はできねえよね。緊張してきた、緊張してきた。声通る、声通る、声通る。いきなり僕が出てきて何なんだと思われる方もいらっしゃると思いますけど、もう私、石巻の子大使のサッカーの解説してます、中西哲夫です。よろしくお願いします。はい、それでは皆さん大変お待たせいたしました、第34回大漁祭り、模擬競りをこれから始めます。
今回もこうたくさんのお魚、並んでおりますけれども、提供いただきました選手さんの方々の名札入ってあります。ご覧ください。始める前にまずお注意を何点か。一つはメガホン持った方々の参加のみとなりますので、メガホンを持っている方になります。それで番号札見えるようにステージに向かって大きな声で500円とか1000円というふうなことで掛け声をかけてもらえれば、はい、セリンの方で指示を出します。で、当たった方は、ステージからお客さんから左手の方の、受付の方で、精算していただいて魚を持って帰っていただくと。で最後に、セリンを落とせなかった方については3箇所を用意してあります。なのでメガホンを返しながら3箇所を受付で受け取ってください。皆さん大変混み合っておりますけども、経過しないように譲り合ってやってください。では責任の方、お答えお願いします。皆さんおはようございます。第34回篠垣大漁祭りにご来場いただき誠にありがとうございます。そして模擬競りに参加していただき、ここに、100名ですか、100名の皆様抽選突破されておめでとうございます。本日は、雲一つない快晴の中、皆さんの日頃の行いが良いためか、このような天気になりましたけれども、っていうことを考えてきただけでもね、残念です。今日雨降りました。多分心の中にね、日頃行い悪い人がいるんだと、いたんだと思います。ちょっと残念だけど、皆さん元気出してこの雨に負けないように頑張りましょう。発声練習しましょう、ね、まだだからね。はい、このセレベ一箱1000円元気ない1000円やってきます。はい。アイスレベコル一箱でいくらかな。はい、バカン。はい、バカン。はい、1000円。はい、51万。はい、51万の、はい、お母さん、お姉さんがね、失礼しました。お姉さん。わかりました。じゃあ手上げていきます。青天井で。またスルメいきましょう。はい、スルメいくよ。ちょっと手上げて。はい、このスルメもまだ何もってないのに1万円。ほんとだ。でも上げてるな。はい、これも1000円。わかんない。79番、はい、お父さん、あ、こういう感じなんだ。上げてる、下げたら見えないよ、全然。タラないな、タラない。とりあえずでも上げていかない。あ、来たよ。よし、アンコウだ。はい、続きましてアンコウ、今年初めて売りますので皆さんお手上がりよろしくお願いいたします。はい、アンコウ、はい、一方、はい、アンコウ、一方、これは500円、はい、500円、はい、800円で31番の方、そんなにいいんだ。あれない、でかい、でかい、めっちゃでかい。あ、ありがとう。はい、300円、400円、はい、500円、600円、95、90、はい、2台、95番、はい、なんか当たった。カレーとか粒だ。あ、粒とカレーです。はい、競り落としました。粒がです、競り落とした。あ、じゃーん、これ1000円ですか。1000円、すごい。結構重いよ。重い、どうしましょう。とりあえず全部海に放します。なんてこった。仕事ってさ、わかめラーメン美味しそう。あとこれも美味しいから食べてみてください。試食あります。ホヤホルモン。
わすごい。あ、ありがとうございます。嬉しい。あ、嬉しい。ありがとうございます。イエーイ。あ、じゃあ写真も撮りますね。はい、チーズ。うん。3キロ目指して。わかんねえ、詰め放題。3キロ詰め。だってあれ3キロでやばくない？ああいうことだね。すごい。すごい。これでどれぐらいになるんだろう。まだまだ入りますよ。はい。500円です。はい。はい。ありがとうございます。どうでしょう。はい、いらっしゃいませ。これに詰め込みます。また詰め放題500円です。めっちゃ姉さん飲んじゃないですか。でしょ、さっきからずっとこれやってんだから。はい。さあ。あのワカメ詰めさせていただきます。リブです。リブです。ああ、こちらこそありがとう。これから真似してワカメ詰めます。ありがとうございます。じゃあ詰めまーす。めっちゃうまい。詰め始めて。この方がいい。隙間を埋めるみたいに。人間、隙間を。巻いて入れてます。ええ。巻いて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 ガチガチやぞ。ガチガチやぞ。これわかめ詰め放題芸人でやってくる。わかめ詰め放題。どれ手元が。職人わかめわかめメーカーの人。いらっしゃいらっしゃい。わかめ詰め放題です。すごい大きい塊じゃないですか。どのぐらいの時間お持ちだったんですか。あれもっと 2,3 時間もっと浴びてたこれ。いやきついですね。わかります。KRAKREI カレイスダチスダチおいしい満足しすぎてもうスープとかめっちゃ荒れてる荒れてるカレイがナナミちゃん、この動画どうだった？めっちゃまぶい。